いらっしゃいませー。ゆっくり耳かき店へようこそだぜ。マリサ、二人でするのは久しぶりよね。そうだな、緊張するんだぜ。お客様、今日はどうされますか？なんだ、耳全体がかゆいのか？乾燥してるのかしら？ちょっと見せてくださいね。これは。次回にも耳垢がたくさんついてますね。そうか、毎日忙しくて耳かきできなかったんだな。毎日お疲れ様です。頑張って偉いんだぜ。じゃあ、二人で綺麗にしていきますね。私たちの膝に横になってほしいんだぜ。まずは、字解を書いていきますね。いっぱい取れたぜ。次は、耳の中や、周りも一緒に描いていきますね。おお、たくさん取れてるぜ。お客様、痛い時は教えてくださいね。子供の声がするぜ。ここはスクールゾーンだから、学校から帰っているのよ。カットできなかったのか。みたいね。しかし、こんなに入っていると取りがいがあるんだぜ。マリサったら、本当に耳かきが好きなんだから。そういう霊夢こそ、よく耳かきの練習してるじゃないか。霊夢は、巫女より耳かきに力を入れているみたいだぜ。別にそういうわけじゃないけど、耳かきが楽しいのよね。マリサこそ、魔法使いより耳かきが好きなんじゃないの？別に、私はいつも頑張っているお客様に癒されてほしいだけだぜ。お客様が気持ちよさそうにしているわね。見ているこっちも気持ちよくなってくるぜ。不思議ね、あくびも映るけど、気持ちよさも映るのかしら。そうかもしれないぜ。今日は、久しぶりの金の野の日だから、少し長めにしますね。そうだぜ。なんぜ、金ののの字は久しぶりなんだ。聞きたい。聞いてやってもいいぜ。じゃあ話すわね。金ののの字は、このように3つの金属の輪でできているの。それは知っているぜ。それで、実はツルツルでなかなか音が出てくれないのよね。それは困るな。そうなのよ。だから、無理に特風して細工したのよ。そしたら音が出るようになったわ。うん、ちゃんと出てるぜ。でしょ？そうなの、この細工をするのに手間取ってたのよ。もう、職人の領域だな。じゃあ、どんな細工したんだ？それはね、企業秘密なのよ。なんだ、ケチだな。そうか、ゆっくり耳かき店ならではの音を編み出してるところなんだな。ふふ、それは大げさな言い方ね。私たち、この音を気に入ってるんだけど、お客様どうかしら。気持ちいいのか、よかったぜ。みんなの意見も聞かせてほしいんだぜ。ご意見によっては微調整していきますので。時々、私たちも気づかない、とても助かるリクエストがあるんだぜ。今回もそうです。ありがとうございます。金ののの字の音が出なくて放置していたけど、細工で生まれ変わりました。だから、リクエストを終了しないんだな。そういうことなの。お客様、遠慮なさらずに眠っていいんですよ。そうだぜ。じゃあ私たちは耳かきに集中するんだぜ。あまり全集中で頑張りましょ。霊夢はミーハーだな。ふふ、いいじゃない。これで両耳とも綺麗になったぜ。それではお客様、おやすみなさい。